はい、皆さんこんにちは、翔です。最近ですね、インスタの DM であったり YouTube の、ね、コメントでいついつに留学に行きますってやったり留学を検討してますっていうねコメントたくさんねいただけるようになりました。そこでね、今回は留学前にしておいた方がいいことについてお話ししていこうと思います。これね、どちらかというと服とかパスポートとかなんかそういったものとかではなくて、どちらかというと知識面について、お話ししていこうかなと思います。なのでね、留学を今検討している方であったり外国人さんたちとどうやって仲良くなれるのかであったり、留学をね、より有意義に楽しむためにはどうしたらいいのかについて気になっている方はぜひ最後まで見ていただければと思います。僕の動画では海外での学校の、ね、授業の様子であったり友達とね、いろんな企画をしてるんで、まだね、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、早速行っていきましょう。はい、ということで今回はね、留学前にしておいた方がいいこと3つご紹介していこうと思います。はい、1つ目はですね、なんといっても英語力ですね。これはですね、語学学校、カレッジ、大学、留学によって求められるね、英語力っていうのも様々なんで、一概にはね、これぐらいの英語力っていうのは言えないんですけども、今日はね、語学学校に行く系でお話ししていこうかなと思います。なので、英語力としては、なんか高いレベルは必須ではないんですけど、語学学校で言うと。まあ、あるにね、越したことはないんですけど、最低限の英語力っていうところで、いいかなと思ってます。でも、じゃあ実際、その最低限の英語力が、どれぐらい英語力があったらいいのって思いますよね。これは僕個人的にね、思うのが、単語帳ありますよね。ターゲットって皆さんわかりますかね。ターゲット1900とかで、青色のね、単語帳があると思うんですけど、その1900個の単語の中から、大体ね、まあ、1000から1500ぐらいの単語は覚えておいて、かつ、文法書、わかりますかね。僕はね、学生時代の時に、フォレストっていうのを確か使ってたと思うんですけど、まあ、結構ね、分厚い文法書になってるんですけど、その文法書と単文がね、連なってて、どんな文法が使われてるかっていう、例文がね、載ってる、ネクストページっていう文法書を2つ同時並行で進めてましたね。まず、文法書っていうのは、まあ、if 説っていうのはどういったものなのかに対して、そのネクストページでは、その if 説を使った文が書いてあるんで、ちょっとね、難しめの例文っていうのも勉強することができるんで、このね、文法と単語っていうのは留学来る前に覚えておいた方がいいかなと思います。一通りですね。で、文法書とかなんかどれがいいですかって多分思う方いると思うんですけど、これはまあ自分の、ね、手で取ってみて、これは読みやすいとか、これだったらなんか最後まで読み切れそうだなとかっていうのを自分のね、好きなものを選んでいただければいいかなと思います。僕はね、その学校で伝えていた、その確かフォレストだったと思うんですけど、それを読んで勉強してましたね。もう何週も何週もしてましたね、それは。で、これ文法と単語ってなんで必要かっていうと、短いね、文を作るために僕は個人的にはおすすめな方法になってます。で、なんで僕がこのレベルまであった方がいいかって思うかというと、僕は今ローカルのね、レストランで働いてるんですけど、まあやっぱりね、オーストラリアなんで英語全く話せないお客さんとかもいるわけですよ。ハローとかのレベルぐらいの人たちも来るわけですよ、たまに。僕はね、英語話せない方の気持ちっていうのはすごいね、わかるんで、僕もね、まだまだ全然英語話せないんであれなんですけど、その、まあ、短い文をね、作るのと単語だけを言うっていうのはすごいね、印象が違うっていうのを実際に働いていて感じるところがあって、例えばお客さんがね、まあ、席についてメニューをね、見てますと。で、まあ、ウェイターをね、呼ぶんですね。まあ、手を挙げて、まあ、そこでね、お客さんが、コックコック、プリーズ、みたいな風に言ってくるんですよ。まあ、僕は別に、まあ、そこまでね、嫌だとは思わないんですけど、まあ、オーストラリア人のウェイターの方とかは、結構、まあ、嫌がるというか、印象があんまり良くないみたいです。まあ、この、例えば、コックくださいなんて、キャナハバコっていう、まあ、5つの単語さえ覚えておけば、もう短い文で言えるわけですよね。単語だけをね、連続で言うみたいなのは、あんまりね、おすすめはしないです。で、これは別にレストランとかだけじゃなくて、友達作りにも当てはまると思うんですよ。例えばね、語学学校の授業に行って、同じね、クラスメイトで席隣になりました。ちょっとね、ご飯とかなんか遊びに出かけたいなと思って、誰か友達を誘いおうとした時に、ドリンクドリンク tonight OK とか、なんかその単語だけを、ね、言って誘わないですよね。なので、まあ、例えばね、そのドリンクドリンク tonight OK みたいなのを言ったとして、じゃあ本当にね、ドリンクご飯飲みに行きますと、その時間でお前英語喋れるのかよって思われるかもしれないじゃないですか、外国人さんたちに。
その一緒にね遊びたいとか一緒にねご飯に行こうって思われるためにも短い文で一応ね自分の言いたいことを言えるっていうのは練習しておいた方がいいかなと思います。で文が作れば一応ね時間かかっても話せると思うんで、あとはねもうそこのアウトプットはもう留学に行ってからゴリゴリ磨いていけばいいかなと僕はね思ってます。はい、ということで一つ目、まあ短い英文をね作れるだけの英語力は身につけましょうというところですね。で次二つ目についてなんですけど、こちらはですね日本について勉強しておくということです。これねよくねあの他の留学生さんたちも言ってることだと思うんですけど、じゃあ実際日本について勉強しろって何をするのって思いますよね。僕もね実はね留学来る前とか思ってたんですよ。日本について勉強ってなんだろうみたいな。でそこをねもう少しちょっと今日は深掘りしていければなと思います。でこれ考えるときに結構ね役に立つ考え方っていうのが、まずね皆さん日本ってどんな国だと思いますか。それはねいろいろね人それぞれで説明は違うと思うんですけど、例えばね、まあ、日本はね安全で綺麗ですとか400円で牛丼食べれます、食べ物が美味しいですとか、人に対してだけじゃなくて物に対してもリスペクト精神がありますよとか、いろいろね説明はあると思います。その中で、まあ、まずね自分がその日本とはこういう国だみたいなところを書き留めるんですよ。メモでも何でもいいんで、あの一応ねずらーって箇条書きとかで書いてみて、その次はじゃあ実際なんで日本ってこんなにも綺麗なんだろうっていうところを解明していくわけですよ。これが実際違う国に行ったことがない人って日本がどれだけ綺麗かってわからないと思うんですけど、日本ってね本当にねだいぶ綺麗なんですよ。でこれってなんでかなって考えるわけですよ。一応ね、あの義務教育の時にお掃除時間みたいなのありませんでした。小学校とか中学校とか、あの、ね、帰りの会の前ぐらいに入ってみんなでね15分20分ぐらい掃除をするみたいな時間ありますよね。僕の学校ではですねもう授業と授業の間に1人10個のゴミを見つけましょうみたいな、そういうね期間限定のキャンペーンとかもあったわけです。最後の方なんで一番ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃいあのホコリをね拾ってそれを1カップとかにしてましたけれども、あれはねあの海外ではねあんまりないみたいなんですよ。その自分たちで自分たちのテリトリーというかその教室をきれいにするとか机をきれいにするっていうのを、習慣として教えられてないんですね。なのでまあ自分のゴミをねあの平気でほったらかすっていうのは結構あるんですね。だからそういうところを説明できるようにしておいたらあーって思うんですよ。外国人さんたちも、あ日本ってだから私たちにはそんなのないよって多分言ってくるんで、そこからねまた話がね膨らんでくるんですね。でそういった文化の違いみたいな話って絶対聞かれるんですよ。語学学校に行けば特にねいろんな国の人がいるんで、で別にそのリスト全部全ての、ね、要素やっちゃってるともう留学全然行けなくなっちゃうんで、自分がね気になったことであったり自分が外国人さんたちはこれ気になるかなって思ったやつだけでもいいんで、あの調べていくようにしたらいいかと思います。あとはですねまあこれはプラスアルファでやったらいいかなと思うんですけど、できるだけね多くの国と日本が過去、まあ、歴史ですね、歴史としてどんな関わりがあったかっていうのは知っておくといいかもしれないですね。まあ、アメリカとかヨーロッパとかの歴史って結構あの義務教育の中でも教えられるんでざっくりはね分かると思うんですけど、例えばトルコとかなんかあまり歴史では出てこない国との関わりっていうのは結構ね分かりづらいんで、例えばねトルコの人とかね結構その戦争の話とか文化の違いって詳しいんですよ。その歴史の勉強とか社会の勉強みたいなので結構、ね、詳しく教えられるみたいで、逆に教えてもらうみたいなあのパターンもあるんですけど、まあ、そこでねこっちもね知ってると話がまたできるというところで友達が増えやすいかなと思います。あとはですね、まあ、日本を代表する文化、まあ、アニメであったり着物職人技術みたいなところをどんなものがあるかなって、調べておくのがいいかなと思います。結構ねアニメに関しては外国人さんたちは男女問わずね見てるんですよ。だから結構マニアックなものもね多いですよね。まあ自分が好きなものとか、まあ、王道な、ね、例えばワンピースとかナルトとかそういったもののなんかキャラクターとかねもし覚えれたらいいかなと思います。はい、これがね、まあ、2つ目の日本について勉強するっていうところですね。次最後3つ目ですね。これは個人的に一番重要なことで皆さんやってほしいことです。それは留学へ行く前に目標を決めておくということですね。で、これ目標ってどんな目標って思われるかもしれないんですけど、まあ、個人的にねおすすめなのは結構ざっくりした漠然とした目標ではなくて、結構もう具体的な目標にすると効果的かなと思います。
例えばなんですけど1年間の、ね、留学っていうのを仮定していると3ヶ月の間に英語力の基礎を固めますと。でそこに入った時が例えばインターミディエイトっていう英語学校のクラスにもしね入れたとしたら、まあ半年後ぐらいですかね、半年後ぐらいには学校の一番上のレベルまでクラス上げて帰国するとか、半年目からね例えばインターンシップに申し込みたいからそのための英語力を半年までに確保して半年目から、ね、すぐにインターンシップに行くとか、あとはまあ、帰国までにね TOEIC 何百点以上とか IELTS 何点以上っていうのを具体的にね何点以上って決めておくことがいいかなと思います。で個人的にあんまりおすすめしないのは海外が初めてなんで海外でどんな感じなのかっていうのを気になってきましたであったり自分探しのために1年間留学しに来ましたっていうのはあんまりねおすすめはしないですね。そこをまあ1ヶ月2ヶ月とかだったら全然いいと思うんですけど、もうちょっとね長い長期的な留学っていうところだと具体的な目標がいいかなと思います。もちろんね留学に行ってからも大事なんですけど、留学に行く前にねどれだけね自分と向き合って真剣に考えるかっていうところも個人的にはねすごく大事かなと思います。僕がね留学で一番ね身につくスキルがあると思っているのが自分で目標を決めてそれに対してどうアプローチして達成するかっていうところなんですよ。だから自分で何とかして達成するみたいなそういった力ってすごくつくと思うんですよね。っていうのも留学って誰かに言われていくとか会社のね出張でノルマがあるわけでもないので、自分でね目標設定に対して自由にね圧力をかけることができると思うんですよ。例えば半年間で TOEIC 800点以上取りたいってやったら半年間の間にどれだけ勉強するかって自分で決めれるわけですよね。1日3時間勉強するのか1日2時間を勉強するのか、もしくは週末だけ勉強するのかって、それ結構ね自由にね決めれると思うんです。そこを自分で律するっていうところが結構肝にはなってくるかなと思うんですけど、そこでね最後その計画で自分の目標を達成できた時に初めて留学を成功した自分は成長できたんじゃないかって感じるものなんじゃないかなと僕はね個人的に思ってます。僕はね学生時代に1年間アメリカの方に留学行ってたんですけど、その時はね3ヶ月間英語力基礎を固めますと。で3ヶ月後からインターンシップをね2ヶ月間僕はしたかったんでインターンシップのねプログラムに申し込んでインターンシップ2ヶ月間やりましたと。その後ね目標としてはやっぱり帰国までの間に TOEIC 800点以上っていうのと、あとはね一人旅を自分でしてみたいと思ったんですね。海外で自分が1年間培った英語力っていうのを他の国ではどれぐらい効果的なのかっていうのを肌でねちょっと感じてみたかったんで、留学1年間の留学終わった後にヨーロッパへね周遊したんですよ。一人旅をしてまあアメリカで会った友達と局所局所で会ってはいたんですけど、だからそこも自分としては目標の一つとして入れました。だからその目標をねやっぱりね明確に決めておくっていうのは僕はね強くおすすめしたいかなと思います。はい、ということで3つここまで紹介してきたんですけど、いかがだったでしょうかね。もう来月留学行っちゃいますっていう人もねいるとは思うんですけど、まあ目標だけでもね決めておくとか、まあ目標を決めてる人であれば少しね日本について勉強するとかっていう時間もね取ってみると、現地行った時にね結構スムーズに会話できたり友達作りができるかなと個人的には思います。でねこのね3つは実際に僕は学生時代にアメリカに留学した経験をもとに、お話ししてるんで、僕はね強くお勧めできます。間違いないなとは思うんですけど、まあ、全部ねやっぱり完璧にするっていうのは難しいと思うんで、何かね一つだけでも準備できたらいいかなと思ってます。はい、ということで今回の動画は以上となります。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がねいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。